台風がちょっと来てるのもあって、午前中雨がかなり降ってたんですけど、今夕方、もう日が暮れようとしてる感じ、山の方に走りに来てるんですが、小川の雨量こんな感じで、まあまあ流れてる感じ。景色いいですね、気持ちいい。この子と一緒にビートラッカーなんですけど、まあ以前からちょっとね、いろいろやってというか、足回りを、まあ KLX の川崎のディートラッカーなんですけど、足回りはオフロードの KLX の感じというか、でスプロケットもちょっと変えてトルクを出して、でこれね、キックもつけたんですよ、後付け。これね、結構大変だったんですけど、エンジンここの辺ばらさないといけないから、マフラーがね、純正ね、最高、静かね、迷惑がかからないから。もう田舎だったらね、ちょっと山とかね、大きい音うるさいですから、こんな感じでね、いいっすよ、気持ちいい。ちょっとね、乗ってる動画もまた撮りたいんですけど、まあ GoPro とかにちょっとね、あったらいいなと思うんですけど、撮ってないんでね、またまあ撮ってみたいと思います。結構ね、空気はね、抜き気味で、このホイールタイヤがね、いいですね、滑りにくいっていうか、このね、ブロックのこの感じのね、 IRC のタイヤかな、これがいいですね。前の方のね、こういうブロックのタイヤだと結構ね、山だと滑るんで、こういうタイプのね、ちょっとまあだいぶ山がね、減ってきてるんですけど、また減ったら新しいこの同じタイヤをね、つけようと思ってます。カウル周りとかはね、そうだな、なんかこういろいろね、KLX のこの辺、これとか、まあ、これも外国のやつなのかな、社外で、これもディートラのやつじゃなくて KLX のやつね。でシートも変えてます、この緑のやつもね変えて、これも緑の、これ最初から緑だったかな、これはですね、磨いてるんですけど、まあこんな感じで外装周りはね、ちょっと緑、バッタみたいな色に、イメージはもっとね、緑の箇所増やしたいというかね、少量バッタみたいな感じのイメージというか、そんな感じにしたいなと思ってまとめてるんですけど、この辺もこれもあれかな、このフロントのこのライト周りのカウルも、これなんだかスーパーシェルパかなんかのあれだな、カウルを塗ってね、塗ってというか緑だったんですけど、ちょっとキャンディーっぽく塗装してるんで、若干ね、色味がこの辺まあ違うんですけどね、まあこんな感じですね。まあまあちょっとね、じゃじゃ馬っていうか重いんですけど、この子とね、よくね山に、雨の量がね、結構ね、雨降ったんでね、水がね、だいぶこうね、道の方にも、山の道、山道なんですけど、ありますね、こんな感じで。本当はね、本来ならちょっと走れるというか、まあ、かなりね、小川みたいな感じで、山道が半小川化してる箇所があるんですけど、いやいや、気持ちいい、気持ちいいね。